この動画は、毎年山形大学が主催している高校生朗読コンクールの本年度課題文宮沢賢治作風の又三郎について説明しますまず、あらすじを紹介しますある日、赤毛で見慣れない格好の転校生高田三郎が田舎の小学校に転校してきます村の人間ではないことから村の子たちが持っている常識が通用せず 皆がサブローにキーの目を向ける中、ドーッと教室に大きな風が舞い込んだことから、風のまたサブローだと生やし立てられます。村の子供であるキスケたちは、そんなサブローに戸惑い、時には衝突する中で、聡明なサブローに心惹かれ、遊びの中で交流を深めていくようになります。しかし、ある事件をきっかけに、キスケたち村の子供らは、 サブローを伝承に伝わる「風のせい」ではないかと疑い始め、「三郎」に寄ってたかって度が過ぎたからかいをしてしまいます。翌日、一郎は三郎から聞いた「風の歌」の夢を見て飛び起き、折からの台風に一郎は直感的に、もう三郎はもういないのではないかと感じ取ります。最終的に、三郎は喜助たちの言葉通り、「風のせい」のように、 忽然と姿を消してしまうのでした作品を通してみると村の外から来たまたサブローは田舎の子供たちにとって非常に異質で容姿も違えば方言も習慣も異なります初めはサブローの存在に困惑した子供たちでしたが最終的にサブローの存在を受け入れ仲間と認識するようになりますそこからは 異質な存在を自分たちの内側に入れて、なおかつ守ろうとする村の子供たちの精神的成長が垣間見えます。そんな成長の中で、サブローと行動を共にし、墜落死や歴史を危うく回避する中で、その原因の矛先がサブローに向けられることになります。そして村の子供たちは団結し、彼らにとっての異物であるサブローを本能的に阻害してしまいます。 そういった経験の中で村の子供たちはある種もう一つの精神的成長を果たすのですがその大小に三郎はまるで本当に風のせいであったかのように姿を消してしまいますそして最後まで三郎が人間か風の神かどうかについては書かれていませんつまり宮沢賢治はそれを明らかにしないことで三郎の正体を読者の想像に任せたのです 現実世界と精神世界の間にあるような不思議な物語で最後まで三郎は一体何者だったのか明かされることなく終わりますそんな不透明さが多くの人に考えるきっかけを与え名作として語り継がれているのだといえるでしょう風の又三郎の作者である宮沢賢治は1896年岩手県生まれの童話作家詩人です好物収集、 昆虫の標本作り、法華経や星座に興味を持ったりと多趣味で、それは作品に大きく反映されています。学業成績は良かったのですが、進路で父と揉めたり、妹に先立たれたりといった進路と、徹底した最初主義により、急性肺炎によって三十七歳という若さでこの世を去りました。彼の作品は一旦は完成したものの、何度も書き換えがなされ、 結果的に全く別物のような作品になってしまうこともよくあったそうです。農民芸術概論こ用の中では、永久の未完成」「これ完成である」といった賢治の哲学がそのまま現れたような記述も残っています生前賢治の作品は一般には全くと言っていいほど知られておらず無名でしたしかし草の新平らの尽力によって誰もが読んだことのある 注文の多い料理店や雨にも負けずといった名作が広く世間に認知され、国民的作家の地位を確立し、いまだに多くの愛読者が世界中に存在しています。参考文献は以下の通りです。以上で作品紹介を終わります。皆さんの素敵な朗読をお待ちしています。ご静聴ありがとうございました。